全国の清和学生の皆なさんこんにちは青年学生局清和学生部長の伊藤康明です今日は新しく出発するものとなろうという題目で説教を行っていきますよろしくお願いしますまず誠の父母様の御言葉を拝読します神様は人を見るときに まず心を見通してその次に過去を見てさらには現在を土台にして未来を見るのです。何のことかわかりますか若い皆さんはこれからそんな面を重要視しなければなりません。清和学生の皆さん2018年が終わり新しい年 2019年が始まりましたさて新しいものは私たちの心に力を与えてくれますどんな力でしょうかそれは嬉しさや喜びという力です新しい年を迎えると2018年から2019年へと 年が一つ増えていきます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤーと、世界中の人々が喜びを分かち合います。また、誕生日を迎えれば、中学1年生であれば、12歳から13歳へと、年齢が一つ増えます。誕生日おめでとうと、 プレゼントをもらったりたくさんの人々に祝福されたりしますまた新しい服や靴を買ってそれを着て履いて初めて出かける時は誰しも心がワクワクするものですなぜでしょうかなぜ私たちは 新しいものに力を受けるのでしょうかそれは過去から未来へと何かが変化するので新しいという新鮮な気持ちを感じるからではないかと思います。生生の皆さんののの皆ような中高生の若者は特にこの 新しいとといいいいう新新鮮さを感じる心が強いと思います新しい年になっても年齢が一つ増えても赤ちゃんよりもお父さんお母さんよりもおじいちゃんおばあちゃんよりも若い君たちが一番新しいということに喜びを感じるのではないでしょうか。 さて新しい2019年皆さんはこの一年をどのように過ごしていくのでしょうかこの一年を素晴らしい一年にするために心で感じる喜びを新しい決意に変えて出発していきましょう清和学生の皆さん新しい年 新しい目標や抱負を持って出発しましょう。私は綺麗な紙を用意して天の父母様、誠の父母様に新年の目標を書いてお捧げすることをおすすめします。また、誠の父母様のお写真を見ながら誠の父母様の表情が私に何か語りかけてくれるのかじっくりと 対話するのも良いかなと感じています。きっと何か皆さんにメッセージが返ってくるでしょう。よく誠の父母様の表情は、私自身の両親が反射する両親の鏡であると言われます。私の心が喜んでいれば、誠の父母様の表情も微笑んで見えたり、 私の心が苦しければ、誠の父母様の表情も苦しかったり、こわばったり見えたりします。つまり、私の本心を映す鏡だということです。自分の両親からのメッセージを誠の父母様を通してキャッチしていくこともとても大切な出発となるでしょう。聖和学生として、新しい目標を持って、 今年1年間天の父母様、誠の父母様、兄弟姉妹と共に成長していきましょう。それではここで昨年第22回全国中和文化祭のスピーチ部門における優勝者のスピーチを皆さんに紹介します。題目は私を成長させてくださった神様です。 清和学生として成長して新しくなっていく姿を希望的にスピーチしてくれています皆さんこんにちは今回は私が原理の御言葉を通してどのように成長していったのかについてお話ししたいと思います私は小学生の頃人見知りで友達もほとんどできず人と話すことさえ苦手でした 中学生になることをきっかけに自分を変えたいと思うようになりました中学1年生の夏教会の兄姉のすめもあり中和文化祭エンターテインメント部門に挑戦することにしましたある日その日もエンターテインメントの練習があると思ってその場に残っていると私自身を大きく変えるきっかけが待っていました突然 個人部門の大会に向けた出発集会が始まったのです不安でいっぱいだった私は驚いてその場で泣き出してしまいましたそれでも私の心の奥にあった両親が今までの暗い自分を変えたい明るい私になりたいと訴えてくるのを感じこれは神様の導きかもしれないと思い チャート原理講義部門に挑戦することを決意しました。毎日練習を重ね、本番では笑顔で多くの人たちの前で想像目的の講義をすることができました。私自身もここまでできると思っていなかったので、多くの人たちの前で笑顔で講義ができたということにとても驚き、自分自身の成長を感じました。このようなことをきっかけに、 私は原理の内容をもっとよく知り、原理を実感したいと思うようになりました。中学2年生となり、再び中和文化祭個人部門、チャート原理講義部門に挑戦することにしました。今度は中学1年生の時には感じられなかった原理を感じられる私になりたいと思い、両親と相談して同じ講義箇所に挑戦することにしました。今度は 父母と共に協力してもらいながら準備をしていきましたお父さんお母さんと一緒に作業する中で親の愛を感じこんなにも両親から愛されていたんだと心が震えましたそうして練習していく中である不思議な感覚になりました神は万物世界を創造された後最後にご自分の 清掃と形状の通りに喜怒哀楽の感性を持つ人間を想像され「生育せよ繁殖せよ万物世界を主観せよ!」と言われたという見言葉を声に出した時初めて神様が私たち人間の親であるということを実感し私の目からたくさんの涙があふれてきました神様はいつもいつも 私たちを愛してくださっていたのに、私は神様や両親の言うことを全く聞けずにいたことに気づき、感謝と申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。その時に初めて神様の親の心情を知りました。その瞬間から私は神様を喜ばせるために、神様が私たち人間をいつも愛してくださっているということを多くの人たちに伝えたい。 そんな心情が湧いてきて神様のために原理講義をしようと決意しましたその日から両親と共に練習を重ね本番東日本大会に出場することができました東日本大会では一人で原理講義をしているのではなく神様と共に講義をしている感覚になり心から感謝しましたそして私は東日本大会で優勝することができました その時に、私が原理の御言葉と出会いそれによって成長し優勝することができたのは私だけの力ではなく神様がいつも私を愛してくださり両親が共に練習してくれたおかげだと実感しました私は個人部門に挑戦したことによって生活の中でも神様を喜ばせ親孝行のできる自分になりたいという気持ちが湧いてくるようになりました このような体験を通して気がつけば教会だけでなく学校での自分も小学生の頃と大きく変わっていました今まで人と話すことさえできなかった私が神様や御言葉と出会ったことによって周りの人たちを笑顔にしたいという私へと変わっていました学校の友人からも似たといると楽しい 雰囲気が明るくなるよねと言われるようになり通知書にはクラスのムードメーカー的な存在になりましたねと担任の先生から褒められるようになりました私自身が成長したことによって周りの人たちを笑顔にすることができるようになりました高校生となった今私は学生会長となり神様をより喜ばせられるように日々の 感謝や挨拶する生活を通して両親や兄弟姉妹周りの友人を愛する実践をしています今年私は腹膜炎で2回手術を受けました想定外でとてもショックでしたしかし中学時代に抗議した創造目的の人間は神様を喜ばせるために作られたこの御言葉をもって どんなに大変な時も、どんなに苦しい時も、私を通じて神様に喜んでもらいたい。私を通して周りの人たちに神様を感じてもらいたい。そのような心情でもって乗り越えてきました。私は中和文化祭をきっかけに、神様の愛や見言葉を知り、成長することができました。もし中学時代に、 御言葉や神様と出会っていなければ今の私はなかったのかもしれません神様から多くの愛や御言葉を与えられ私は救われました私も神様や誠の御婿様が説かれた原理や誠の愛を日々の行動や愛する実践を通して多くの人たちを救っていきますそして神様の夢である 人類一家族世界を私の夢として、この国や世界のために貢献していきます。ご清聴ありがとうございました。ぜひ皆さんも、清和学生として、信仰生活やさまざまな行事、活動を通して、チャレンジして頑張っていきましょう。ところで、目標に向かって努力し、 成長し続ける人はとてても輝いていますしかしその目標に向かって努力する心モチベーションを保ち続けることはとても難しいことです。最初は決意して新しい目標に向かってもだんだんと気持ちが弱くなり新しい目標がいつしか新しかった目標へと 色あせていくこともよくありますなんとかいつも新鮮さを保って生き生きと輝いて努力し続けたいものです最初に出会った時の喜びの心最初に決心したその心それがいつもさらに強まっていかなければなりませんと誠の父母様も語られています 今日は私の新鮮さを保つ秘訣を皆さんに紹介したいと思います新しさ新鮮さを感じる心を保つのは何といっても信仰生活の力がとても大きいです私には信仰生活におけるテーマとしてある色を常にイメージしています皆さんは 信仰生活に自分なりの色をイメージして取り組んだことがあるでしょうか私が信仰生活にイメージする色は青色です単なる青ではなくて青空の青です青空を見るといつも新鮮さと希望を感じることができます不思議なことに 青空はいつ見ても飽きることがなく何回見ても飽きることがなく生まれてから今までいつも見るたびに新鮮さを感じさせてくれる青色です。私はこのように青空が好きなので自分の信仰の持ち方も青空のようにありたいと青空信仰を という意識を持って生活を送っています。青空振興とは365日、晴れの日もあれば、雨の日、雪の日、台風など様々な天気があります。しかし、どんな天気であろうと、雲の上には常に真っ青な青空が広がっています。生活の中で どんな上がり下がり紆余曲折があろうとその雲の上には青空神様の愛がいつも広がっているそんな青空をイメージして希望を忘れずに歩むことを私の青空信仰のモットーとしています。また青色はピュアウォーターのような色でもないかと感じています。 純粋に澄んだ心を表している色としていつでもピュアウォーターのように信仰の青色のように生活できる清和学生を目指してもいいのではないかと感じます365日自分が立てた目標に新鮮さを感じながら投入し続けることができればきっと充実して 成長する幸せな1年間になるのではないでしょうか最後に誠の父母様の御言葉を拝読します皆さんが働くのも創造の技です1日24時間一生の間仕事をしても疲れを感じることなく神様の愛の世界に触れ神様を 動することのできる道を探すのが愛の一生です神様が想像されたものをもって自分の趣味として楽しく天の記念品を作ろうと考えていきなければなりません。清和学生の皆さん今年1年間も頑張っていきましょう。今日は 新しい出発をするものとなろうという題目で説教を行いましたありがとうございます